糖質制限をずっとしてたので、はい、なんかそうなんですよ、年末年始ぐらいはやっぱちょっとハメを外したいじゃないですか、解放しようと思ってたまたま見つけたこう、うん、ジュース屋さんで、うん、バナナシェイク飲んでみたんですよ、はいはい、僕は僕は部長、その機体はレギュレーションに反しています。そんな不正ある戦いを僕は認めない。キリシナコーポレーション先行技術開発部部長桐生渚、僕が任されている業務は君たちエーテックの解体、つまりリストラということになる。一体残らず叩くぞ。あくまで多分な。釘崎もそいつも結界の外に出たんだ。フルベゆらゆら、やってやるよ。領域展開。振られたな。ま、相手があのお姫様じゃ仕方ないさ。何しろ人を寄せつけないからな。俺は矢吹栄四郎、一応お前さんのルームメイトってことになってる。バカ野郎、無茶しやがって。お前まで死ぬ気かよ。ありがとうよミラージュ教官。忙しいんだから後に。上上、こんなところにいたのですね。 CCS までお迎えに上がったのですが。罪深き子供、クランクにはお前たちと戦うつもりなどなかった。で、ここが俺の部屋な。あ、これは違うんだ。俺が悪いのか。これはそのサークルの遊びで使ったものなんだ。ダイビングって金がかかってさ。わっけわかんねえ。何が完全無欠だ。あいつなんざただのつまんねえやつなんだよ。危なっかしくてしょうがねえんだよ。これは、ああ、お前全然分かってねえな。あら、やだな。なんかやらしいこと考えてんじゃないでしょ。あれならウィリアム・オースターのルポの方が面白かったな。あんたはすかしたルポなんかよりコラムに絞った方がいいんじゃないの。なんだよ、褒めたつもりだぜ。何度も言ってるだろ、俺はカラのメンバーじゃないし大した情報は持ってない。やめろ気持ち悪い。何なんだてめえは。何が狙いだ。利用価値があるうちは手元に置いておくってわけか。まああんたの力なら盾くらいにはなりそうだ。え、何の話だ。つかそれどういう前提で喋ってます。手出すとか奥手とか。どんな面してます俺。俺あの、お俺おかしいですか。カツ入れてもらっていいですか。みんな悪い。こないだは足引っ張って悪かった。俺もっと班長として強くなっから。運命に踊らされるのはごめんだな。限界まで飛ばせ。ダブルレスキュー、ダブルレスキュー剣。